たいと思います。ちょっと待ってますよね。よし、じゃあ行きます。ちょっと反応見ててくださいね。じゃあリンゴ行きますよ。ゆっくり。はい、こんな感じなんです。皆さん、与えるときにですね、もっとダイナミックな動きするんじゃないかと期待を持って見られますけれども、うちの子はですね、年齢がですね、サスカッチとオーロラは24歳です。でミリーは22歳なんですけれど、ホキョクグマはもう30年生きるとかなり高齢と、のでうちの個体の3頭はもう高齢のホキョクグマです。じゃあちょっと今度リンゴじゃなくてこのソーセージを切ったんですね。リンゴもやってみますね。リンゴ、実はですね、今この反応結構俊敏に動いてる方です。俊敏に動いてる方です。すごく反応してくれてるんで今日はありがたいです。じゃあホッケも与えてますね。ホッケ、ちょっとの差なんですけど、ホッケとかソーセージはやっぱり好きなんですね。人参とか芋とかよりもやっぱりホッケとか肉類がやっぱり美味しいみたいで好きです。